ロキヨシ密約は、1896年6月3日に、モスクワで、ロシア帝国とキヨシの間で締結された秘密条約。ロシア側は、外務大臣、アレクセイ・ロバノ・フロストフスキーと、財務大臣、セルゲイビッテ、キヨシ側は、金差大臣李工賞が立ち会った。この条約は、日本がロシアとキヨシのいずれかへ進行した場合に、 互いの防衛のため参戦するという相互、防御同盟の結成が目的であったが、同時に、清に対して、ロシアの満州における権益を大幅に認めさせるという不平等条約の側面もあり、日露戦争を弱気した原因の一つとされる。三国干渉で、日本から清に、両党半島を返還させ、新国のおった。 対日賠償金に対しても、いち早く借還許容を申し出て、1895年7月に、フランスと共同で借還を決定したロシアは、清氏に対し見返りを求めた。1896年の5月初め、李候賞は、サンクトペテルブルクを訪問、皇帝ニコライ2世の戴冠式に出席して、新皇帝と越見し、ロバノフとビッテとの秘密会談に臨んだ。 李交省は50万ルーブルの賄賂を受け取り、6月3日に条約を結んだ。東西鉄道日本の脅威に対して、相互の安全を共同で守るという安全保障の名目であったが、ロシアはこの条約で、満州での中流や権益拡大を清しに承認させることに成功した。ロシアの役人や警察は、違い方権を認められ、戦時には、 中国の港湾使用を認められた。さらに、シベリア鉄道の短絡線となる、東西鉄道を、新領内から北満東端の国流交渉、水噴火まで、に付設する権利も認めさせた。東西鉄道は、名目上は、共同事業だったが、実際には出資も管理もすべて、ロシアが行った。清は、ロシア軍の部隊移動や兵舘を妨害することができず、 ロシアに対して大幅に割り引いた関税率を認めさせられた。またロシアは鉄道建設に必要な土地の管理権を得たのみならず、密約を拡大解釈して、排他的行政権も手にし、鉄道から離れた都市や鉱山も鉄道付属地としてその支配下に置いた。なお、ロバノフはほぼ同時にニコライ2世の戴冠式に参列した。 日本の山形ありともとも、山形、ロバノフ協定を結んでいる。同年10月には、南満州を従官する東三省鉄道と、東西鉄道との接続も認められることになった。これに続く1897年12月には、ロシア帝国海軍艦隊が、真の保護を名目に沿岸に来航し、艦隊の武力を背景にした、砲艦外交が行われた。 ロシアは清に対し、さらに万能での鉄道布設公海沿岸の港湾咀嚼などの追加条件を求めた。ロシアに続いて、列強各国も対日賠償金に対する借款許容を行い、その担保条件に港湾の咀嚼や鉄道布設権を求めるようになり、中国各地に自らが独占的に利権を持つ範囲を設定するようになった。 1898年1月にはイギリスが借款供与と引き換えに超高流域の鉄道敷設権を得た。1897年11月、ドイツは戦況死殺害を口実にニカワスワンを占領。1898年3月、ニカワスワン咀嚼が明記された独起よ吉条約が締結される。時同じくして1898年3月、 対日賠償金の援助に対する担保と、新国内で起こる、排外主義運動に対する責任を理由に、旅順大連咀嚼に関する条約がロシアと清の間で結ばれた。これによりロシアは、両党半島の南端の旅順、大連の25年間にわたる咀嚼権と、東西鉄道と大連とを結ぶ支線の、鉄道敷設権を得て、軍港や鉄道などの建設が始まった。 イギリスは、シベリア鉄道と旅順、大連を手にしたロシアが、東アジアで陸軍のみならず海軍でも優位に立つ、ことを懸念し、1898年5月に、清市に対して、大連対岸のイカエーを咀嚼させた。ロシアなど列強による、鉄道建設を含め、満州を含む中国の繁殖民地化が進んだことは、民衆の怒りに火をつけ、1900年には、 疑話団の乱が勃発して、この動きは、満州の地にも及んだ。この混乱に乗じ、高等64トンの深国人を虐殺し、アムール川を越えて南下、東山省を占領したロシアは、1900年11月に、清と第二次郎清市密約を結び、満州への軍隊駐留権や、要塞設置、ロシア人の保護、地方政府に対する、 監督権の行使など、鉄道沿線のみならず、満州全域の軍事や、行政も支配下に置いた。1902年4月8日の、満州官部に関するロキオシ条約では、ロシア軍の東三省からの段階的撤退が、取り決められたが、ロシアは、第2期以降の撤退に応じず、1903年4月には、逆に撤退条件として、 清志に対し様々な要求を行った。日本は三国干渉から両党咀嚼に至るロシアの南下に敵対心を抱いた。フランスが公衆湾咀嚼地を手にし、ドイツは公衆湾咀嚼地、ロシアは旅順、大連の咀嚼地を手にしたことは、日本に返還させた領土を自分たちの国で獲得するという国際審議に、甚だしくもとる行為と受け止められた。 ロシアがシベリア鉄道と新国内の鉄道を接続し、新国内で自在に軍を移動できる条件を整えたことは大韓帝国内でロシアの存在が高まってきたことも相まってロシアがいずれ韓国を自らの勢力圏に収め日本を圧迫するようになると考えられた。またアメリカ合衆国が発して日本やロシアを含む 列強各国からも賛同を得た、文庫解放宣言にもかかわらず、ロシアが満州から撤兵しようとしないことも、ロシアが国際社会に従わない国だとする論調を、日本国内に生むことになった。1904年2月に、日露戦争が起きると、同年5月13日に、喜び親王が、ロキヨシミツ役の存在を暴露し、5月18日には、 清により破棄されるに至った。露清密役から日露戦争に至る約10年間は、ロシアが政治的にも、経済的にも、軍事的にも、満州を支配した時期だった。ありがとうございます。